ポンって一本いっときゃね。はい、うん、あーなんかいっぱいだな、ゴミが増えちゃうよね。ゴミいっぱいだな。チタンちょっと集めに行きたいですね。そうだね、チタンを集めに、うん、チタン欲しい、チタン欲しい、はい、うん、海軍の道具箱作ってるな、お前ねえ、はい、そうだよね。道具箱3、無限っていいね、これ。何無限って。マナポーション。うん、めっちゃいいですね。うん。買いまくり。最高じゃない？あ、めっちゃ入るこれ。あー、いいね。あー、いいね。うん。オッケー。よーし！ほい！じゃあ、はいはい。チタン集め、行きましょう！おーいっす。チタンがあれば、うん、うわ、この辺もレベルアップできるな、アーチャーステーションも。あ、マジで？あ、じゃあチタン必須だね。多分アニキーズもそうなんだね、これチタンのレベル。そっかそっか。魔法の祭壇は？魔法の祭壇も多分、うん、あ、太陽のダイヤモンドと相まって、うん、来ましたね、次なる扉。そうだね、来たね。3の6え、ってことは防具とかも全部またさらに上があるんすね。そういうことだよね。極細の糸は全然出てこんね。ほんとっすよ。何かそのせいで何も買えんすよ。金があってもえ、なんかクリスタル糸とかから作るんじゃねえの。あ、なるほど。製図台からなのかな。あー、なるほどね。え、何かを見落としてる可能性ないですよね。ないですね。そんな気がするし、時間差でさぞかしのコメント欄で言われてそうだ。ごめんよ、うん、謝ることしかできない、謝ることしかできんね、これ。そうですね、時間差があるで謝ることしかできないから、うん、逆に謝りたくない。そうだ。むしろね、はい、うん、こうなってくると、うん、謝るだけ損みたいな。損。謝り損みたいな感じ。謝り損で謝ったもん負けみたいな。暗いな。暗いね、うん、全然見えるんですけど、うん、視聴者さん的にね、声を上がりたくない。はい。え、何これ。天の琥珀が結構強いみたいですね、うん、あ、紫のあの、はい、あ、なるほど。ちょっとそっかそっか、はいはい。そしたらじゃあ全然、あの、チタンが了解です。あんまないっすよ、ほんで、うん、これをまた、他の近くに立てればいいんですか。あ、そうですね。ねえ、また集合体恐怖症の人そうだね、恐怖にされる。恐れ、ね、おのかせれば。あ、チタン、あ、これか、チタン。チタンあんまねえな、マジで。そうっすよね。暗いっていうのが相まって、これイモムシ薬多いやん。え、そう、めちゃめちゃイモムシ苦戦しとんだけど俺。え、マジっすか。うん、ちょ、イモムシ、イモムシ、あのワンパンぐらい、ちょ、見とってください、これ、うん、ちょっと明るくして、はいはいはい、いきますよ、イモムシ、うん、ちょっと手出さないでください、ね、いきますよ、うん、おおおお、すげー早い。こいつだって俺1分ぐらいかかる、倒すのに。5発でした。5秒。すげえな、光属性がもう無双だね、ここ。無双ですね、うん、ってことは、うん、なんかまたさらに上の武器もあるんですね、うん、じゃあかもね、光と。なるほど、まあ、押したいけるな、さらに。あ、ほんと？暗い、とにかく暗い。一人称は逆に見やすいかもしれない。あのボーイは何が欲しいんだろう。スタントン、うん、スタントン、
スタンピングみたいな。私はここで月のパールを探しています。あー、月のパールね。何個いる？あ、15個。俺1個しか持ってないわ。あー、なんか結構持ってたんですけど、今さっき預けてきましたけど。あ、ほんと、まあ、取ってきてさらっとあげちゃう。そうです ね、うん、でも15個はないっすね。多分15個ないか。なんかほとんど使ってないもんね、月のパールなんて。そうですね、うん、名前的になんか、うん、魔法の祭壇で使いそうな。ああ、そうだね。ではありますね。あ、そうか、使うのか。あら、下も結構集まった。ああ、天の琥珀が意外と集まったよな。天の琥珀10個しかない。天の琥珀が結構いるんだ。なんかアーチャーステーションに。あ、そうなの。集まったんで。なるほど。いるねじゃん。ってことは装備にもいるんですね。うん、いるよね。なるほど。わ、掘り放題が欲しいな。掘り放題のイベント。そうっすね、うん、暗いな。暗い。あっ、宝箱発見。やっぱりホイラが。宇宙イモムシってこれ強いわ。いった。もう宇宙イモムシ強いわと思って。属性付きのもんは、うん、攻撃力下がってるのも持っといた方がいい。本当だね、うん、確かに。本当そう。さて、じゃあ真ん中に、うん、種を、うん、農家、農家になってる。参考数、まだ13個か。すげえな。意外と少ないですね。うん。ほら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 、どこだ。種無双。種がすげえ。種無双。なんやこれ。すごい。食が悪い。効率。うん、だね。大事。オッケー。ほいほい。オパール探しに行きましょうか。ちょっと。そうだね。うん。行きましょう。え？分かるんだろう。ちょっとコミチン。なんすか？こっちの地下って行った？こっちまだ行ってないですよ。あ、本当。なら後でしようか。はい。はい。楽しみは取ってみましょう。そういうことやね。月のオパール。オパール。パールパール、どこにあった？ちょっと待って、どこだろう？なんだろうな。2だったと思うな。2のステージとかじゃない？2のステージですか？じゃなかったかな。もうそん結構前だった気がするよ。そうですか。全然嘘かな。ああ違うか。雷の方か。勘違いしました。3の1は違う。3の5の敵だよ。いやでも。うん。琥珀とかと一緒で、あのなんか、あ、木か、木から取るやつとかわかんないっすね。そうか、あ、それっぽいね。オパールやで、うん、か、あ、一個ここだ、心当たりが、うん、ある。どこかはわかんないっす。なんか丸い、うん、丸いなんかやつだったよ。うん、ああ。あれかな、あれ結構もう壊した覚えがあるんですよね。そうじゃないな。ちょっと待ってください。うん。ここじゃないんだな。こういうとこだ。こっちだな。ニューカウ。あ、ここじゃない。ここでもないな。あ、これ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 。おお。これ。あ、これ？これじゃないのかな。これかな。どうや、どうや、どうや、どうや。あ、これ糸か。糸、クリスタル糸？クリスクリスタル糸だな。あー、ほんとね。これはこれはベリーか。あ、もう全然違うか。え、これあー、でもなんかこれ系。あ、このなんか玉みたいなやつは、この玉が違うんすよ。あ、違うか。ほんとほんとだ。あ、ちょっと違うな。え、じゃあ違うかか、この後なのかもしれないですけどね。なるほど。たまたま宝箱で持ったのかも。あー、なるほどなるほど。
もういいよ、とりあえず下を渡しに行きますか。はいはい。欲しがってるんで。そうだよね、うん、